ございました。中曽根でございます。皆さんこんにちは。実は大変驚きました。もっとお年を召された皆さんがいらっしゃるんだろうと思ってたんです。そうしましたらば、お若い皆さんばっかりありませんか。台湾は頼もしい、実に頼もしい、前途洋々である。私はお若い皆さんの顔を見てつくづくそう思います。日本人は、日本では逆です。日本は年寄りの人たちが日本という国の先々をに不安を感じて、そして皆さんがこんな国ではないと、日本はもっと素晴らしい国なんだ、道徳の国なんだということを今叫んでるんです。皆さん一緒にやっていきましょう。素晴らしい。他说本来他预期今天出现的都会比他年纪高一点，没想到这么多年轻人，所以他非常感叹，在日本就要相反，来顾虑日本的将来的都是那些年纪大的，啊，年纪轻的都就是若无其事的样子，所以他感到台湾真是有可靠的力量在。谢谢大家。